坂口暗号,暗号矢島は車用で神田へ出るたびいつもをするように古本屋をのぞいて歩いたすると太田明市長日本古代における社会組織の研究が目についたので取り上げた一度は彼も所蔵したことのある本であるが 出生中、戦火できれいに蔵書を焼き払ってしまった。失われた書物に再開するのは懐かしいから手に取らずにはいられなくなるけれども、今更一冊二冊買い戻してみてもと買う気持ちにもならない。そのくせ別れづらくもあり、ほろ苦いものだ。ページを送ると、扉に神尾蔵書と印がある。見覚えのある印である。 戦死した旧友の造本に相違ない。彼の留守宅も戦火に焼かれその未亡人は仙台の実家に戻っているはずであった矢島は懐かしさにその本を買った社へ戻って開いてみるとページの間から一枚の見覚えのある要線が現れた「御門書館の要線だ」。矢島もも、 出生までははそこののの編集部ににに勤めていたのだだ紙面には次のように数字だけ記さ3 4 1 4 1 4 3 11, 9 31, 7 1 7 3 6 4 1 0 5 4 1 1 2 3 7 0 1 2 3 6 6 2 4 3 7 0 1 1 3 6 9 3 1 3 6 7 9 6 3 6 5 103-365-107-365-114-365-109-368-62-370-107-367-61-370-41心覚えにページを控えたものかと思ったが同じ数字が揃っているからそうでもないらしいまさか暗号ではあるまいが 暇な時だからふと試す気持ちになって34ページ14行14字目4時まで進むと彼はにわかに緊張した「5を成しているからだ」「いつものところにいます7月5日午後3時」「全部でこういう文句になる明らかに暗号だ」「神尾は達筆な男であったが この数字はあまり見事な首席じゃなくどうやら女手らしい様子であるしかしこの本が疎開にあたって他に売られたにしても魚門書簡の要線だからこの暗号が神尾に関係していることはまず疑いがないようだ要線は四つに折られているすると彼の恋人からの手紙らしい矢島は 神代と最も親しい友達だったそれというのも2人の趣味が同じで歴史特に人類の民族学的研究に興味を注いでいた文献を貸し合ったり研究を報告し合ったりお揃いで研究旅行に出かけることもしばしばだったそれほどの親しさだからお互いに生活の内幕も知り合い友人もほぼ共通していたがさて振り返ると 趣味上の友人は2人だけで漁門所管の社員の中に同行の死は見当たらないのみならずこの本はほとんど市場に見かけることのできなかったもので矢島は古くから像していたが確か神代が手に入れたのは矢島が出征する直前くらいであったような記憶があるそれに矢島が出征するまで神代に恋人があったという話を聞かないそのことがあれば 君には隠しても矢島にだけは告白しているはずであった矢島の出生は昭和19年3月2日神尾は翌20年2月に出生して北市へ渡って戦死しているしてみるとこの7月5日は矢島が出生した後の19年のその日であるに相違ない。 矢島は社の要遷を持ち帰って使っていた他の社員も皆そうで当時は紙が店頭にないのであるから明名が自宅へ持ち込む量も長期のストックを見込んでおり矢島の出生後の留守宅にも少なからぬこの要遷が残されていたはずであった矢島は妻の高子のことを考える神代の知人にこの本を贈しているのは矢島の留守宅だけであり そしてそこには、この陽線もあったのだ。神尾は、軽薄な人ではなかった。魚食感でもなかった。しかし、浮気心のない人間は存在せず。その可能性を持たない人はあり得ない。矢島が復員してみると。高子は失明して、実家にいた。自宅に直撃を受け。 その場に失明して倒れた高子は担架に運ばれて助かったがそのどさくさに2人の子供と離れたままどこで死んだか2人の子供の消息はそのまま絶えてしまっていた病院へ収容された高子が実家と連絡がついて父が上京した時は離災の日から2週間余り過ぎており父に焼け跡を見てもらったが何一つ手がかりはなかったそうだ。 高子の顔の焼け跡は注意して眺めなければ認めることができないほど昔のままに治っていたが両目の失明は取り返すことができなかった神尾は戦死した孝子は失明した天罰の致すところだと考えている自分に気づいて矢島は浅ましいと思ったが苦痛の念はやりきれないものがあった。 高子のを書いた暗号だという確証はないのだからまして一人は失明し一人は死んだ今となって過去をほじくることもない戦争が一つの悪夢なんだからと気持ちを整えるように努力して買った本は家へ持って帰ったが片隅へ押し込んで孝子に一切知らせないつもりであったけれどもそういう辛労がかえって重荷になってきて なまじいに自分の胸一つに畳たたんでおくために秘密に悩む苦しさが積み重なってくるように思われたそのうちに矢島はふと気がついた出生するまで高子はいつも矢島の左側に寄り添ってきた新婚の頃の甘い追憶が高子に残り一つの修正を成しているのだ夜更けて、 矢島がが机にに向かいい読書にふけている。高子が寄り添う。矢島は読書の手を休めて高子に口づけをしてやるそしてくすぐったりキャキャ笑いさざめいて他愛もない新婚の日夜を明け暮れしたが当時から高子は必ず矢島の左側に寄り添うのであった寝室でも高子はいつも夫の左側に自分の枕を用意した 新婚は新しい世界を開いてくれる矢島は高子が開いてくれた女の世界を召願した時には好奇し探求欲を起こしもしたそういう新しい好奇の世界で高子がいつも左側へ寄り添い左側へ寝るハンで押したように狂いのないその習性について思い巡らしてみたものだ本能であるはずはない古来からのしきたりがあり た子はそれを教えられており自分だけが知らないのかとも考えたが20年近くも師匠に親しんでそれらしい古実を読んだこともないから多分そうでもないのだろうしてみると男の右手が愛 v の手というわけであろうかそう考えるとた子の左側ということがあまり動物の本能をめいて楽しい想像ではなかったが 事実において右側では自分自身格好がつかないような感じもするから別に深い意味のない感じの世界から発して二人の習慣が自然に固定しただけのことかもしれなかったところが戦争から戻ってみると貴子は左側へ寄り添ったり右側へ寄り添ったり眠る時も左右不定になっていたしかしそれも無理がない 高子は失明しているのだから矢島はそう考えていたしかし暗号の手紙からそれからそれへと思い巡らすうち矢島はふと恐ろしいことに気が付いて一時は混乱のために呆然としたものである神尾は左ギッチョであった矢島は福員後 かなり著名な出版社の出版部長を務めていたちょうど社用で仙台へ原稿依頼に出かけることになったので仙台には神代の細君が疎開しておりどっちみち訪問すべき機会であるからカバンの中へ例の本を詰め込んだ社用を果たして後神尾夫人の疎開先を訪ねるとそこは焼け残った丘の上で 広瀬川ののうねりを見見下ろす見晴らしの良い家であった上尾夫人は再会を喜んで趣向を進めたが夫人も共に杯をあげてその目に酔いがこもるといかにも生き生きと情感に燃えて目のある女の美しさそれをつくづく発見したような思いがした上尾夫人はもともと美しい人であったが 目のない孝子に比べて何という生き生きとした隔たりであろうかしかしこの生き生きとした人が自分と同じように神尾と孝子に裏切られている被害者なのだと考えると加害者のみすぼらしさが皮肉であり我が現実がまことに奇妙にも思われた孝子が単なる失明にとどまらず子供たちと同じように死んでいたら あるいは自分は今日の機会に求婚してこの人と結婚したかもわからないふとそんなことを考えるそして変に情欲的になりかけている自分に気づくと思いは再び神尾と貴子のこと自分が現にこうあるように彼らがそうであったという激しい実感に脅かされずにはいられなかった神尾の長女が学校から戻ってきた もう女学校の二年生であった矢島の娘が生きていればやっぱりその年のはずであった神代の長女は生き生きと明るいそして美しい女学生になっていたその母よりもさらに生き生きと明るく立ち歩き座り身を翻して去り来たり笑い周知する目矢島はいつもしょんぼり座っている妻 壁にに手を当てて這いずるように動く女、またある時は彼の肩にすがって単なる物体の重さだけとなってポソポソとずり進む動物について考えるせめて2人の子供が生きていてくれたならそしてこの娘のように生き生きと自分の周りを立ち歩いていてくれたならそんなことをふと思って泣きほとばしりたい思いになったにわかに心は沈み 再び浮き立ちそうもなくなって座に耐えがたくなったので最後に例の一件を持ち出した実は神田の古本屋で神尾君の蔵書を一冊見つけましてね買い求めて形見代わりに鎮蔵しているのです彼はカバンからその本を取り出した 尾のの本は全部お売りになったのですか夫人は本を手に取って扉の蔵書印を眺めていた神尾が出生の時売って良い本悪い本指定して出かけたのですできれば売らずに全部疎開させたいと思いましたがその頃は輸送なんで何段かに指定したうち最小限の蔵書しか動かすことができなかったのです 二足三文に売り払った始末で神尾が生きて帰ったら定めし悲しい思いをいたすでしょうと一時は案じたほどでした「欲しい人には貴重な書物ばかりでしたのにまとめて古本屋へお売りでしたか」「近所の小さな古本屋へまとめて売ってしまったのですあまりのお安値でお金が欲しいとは思いませんけど」 あれほど書物を愛していた主人の思いのこもったものをと思いますと身を切られるようでしたのしかし焼け出される前に疎開なさって賢明でしたねそれだけは幸せでした出生と同時に疎開しましたから二十年の二月のことでまだ東京には大空襲のない時でしたのしてみれば神尾の蔵書が 御文書のの同僚の手に渡ったとといい。うこともない「あの暗号の7月5日は19年に限られておりその筆者は高子以外に誰がいるというのだろうか」「その本の中に変な暗号をめくものがありましたがと何気なく切り出したいと思ったが固く改まるにそういないからどうしても言い出せない」「目のある人間は こんな時にはは都合のの悪いものであると矢島は思った。すると本を改めていた神尾夫人がふと顔を上げて「でも妙ですわね確かこの本はこちらへ持ってきているように思いますけど確かに見覚えがあるのです」「それは記憶違いでしょう。ええちゃんとここに蔵書印のあるもの奇妙ですけど私も確かに見覚えがあるのです」 調べてみましょう。夫人の案内で矢島も蔵書の前へ導かれた100冊前後の書籍が床の間の隅に積まれていたすぐさま夫人は叫んだ「ありましたわほらここにこれでしょ」矢島はあっけに取られたまさしく信じがたい事実が起こっている同じ本がそこに確かにあった。 矢島はその本をを取り上げて中を改めたこの本の扉には神代の蔵書院がなかったどういうわけだかわからない腑に落ちかねてページをぼんやり食っているとところどころに赤い線の引いてある箇所があるそこを拾い読みしてみると彼はにわかに気がついたそれは矢島の本である彼自身の引いた主線に紛れもなかった わかりました。こっちにあるのは私自身の本ですよ。一体いつこんな風に変わったのだろう。本当に不思議なことですわね。神尾と高子は示し合わせてこの本を暗号用に使った。そういう打ち合わせの時に入れ違ったのではあるまいか。これぞ神の計らい玉を悪事への諸人に示す証拠であり、神尾と高子の関係は もはや抜き差しならぬもののごとくに思われてかかる確証を示されたことの暗さ救いのなさ矢島はその苦痛に打ちひしがれて放心したしかし一つの記憶が浮かんでくると次第に一同の光明がさし「幽霊か」と叫んだ人のように一つの目覚ましい発見が起こったこの本を取り違えたのは矢島自身なのだ 矢島は神代にここのののの本本をを貸していたた。だ。そのうちににに代もこの本を手に入れた矢島に赤髪が来て神代の家へ赤別の宴に招かれた時かねて借用の本を返そうというので数冊持って帰ってきたがその一冊がこの本だそしてその本を探し出す時二人はもう酔っていてよく調べもせず持ってきたその時多分間違えたのだ そのまま矢島は本の中を調べる暇もなく慌ただしく出征してしまったから矢島の本が神代のうちに残ることとなったのである矢島はたった一冊残っている自分の蔵書の懐かしさに持参の本は元の持ち主の蔵書の中へ置き残し自分の本を代わりにもらって東京へ戻ったしかし思えばますます分からなくなるばかりであった 自分の留守宅にあったはずのそしてすべてが灰となってしまったはずのあの本がどうして書店にさらされていたのだろうか。り災の前に蔵書を売ったのだろうか生活に困るはずはない彼には親譲りの資産があったから封鎖の今と違って生活に困ることはありえなかった矢島は東京へ戻ると貴子に尋ねた。 僕の蔵書の一冊が古本屋にあったよ。そう、珍しいわね。みんな焼けなかったらよかったのにね。買ってきたのでしょ。どれ見せて。高子はその本を膝に乗せて、懐かしそうに撫でていた。なんて本長たらしい名前の本だよ。日本上代における社会組織の研究というのだ。 本の名を言う矢島は顔をこわばらせてしまったが高子は静かに本をなでさすっているばかりである「僕の本はみんな焼けたはずなんだがどうして一冊店頭に出ていたのだか不思議だね」「売ったことはなかったろうね」「売るはずないわ」「僕の留守に人に貸しはしなかった」「そうねえ 雑誌や小説だったらご近所へ貸してあげたかもしれないけどこんな大きな硬い本貸すはずないわね盗まれたことはそれもないわすべて灰となったはずの本が一冊残って売られているその不思議さを高子はさのみ不思議と受け取らぬ様子でただ妙に懐かしがっているだけであった 「あなたがどなたかに貸して忘れてそれが売られたのでしょう」と高子は平然と言った「もとよりそのはずはありえない出生直前に我が家へ戻ってきた本である高子は失明している目こそ表情の中心であるがその目が失われるということはすべての表情が失われると同じことになるかもしれない」。 少なくとも目のない限りは努力によって表情を殺すことは容易であるにそういない孝子の顔から真実を見破ろうとする自分の努力が無益なのだと矢島は悟らざるを得なかったしかしまだ方法は残っていたここまでたどってきた以上は尽くせるだけの方法を尽くしてやってみようと彼は思った矢島は 本を買った神田の古本屋へ赴いて、本の売り手を聞いてみた。帳簿になかったけれども、店主は本を覚えていて、それは売りに来たのじゃなくて、通知によって自分の方から買いに出向いたものであり、どこそこのうちであったということを教えてくれた。そこは焼け残った、佐のみ大木からぬ洋館であった。 主人は不在で本の出どころに答えうる人がなかったが勤め先が矢島の社に近いところだったからそこを訪ねて会うことができたその人は356の病弱らしい人で去る学術専門出版店の編集者であった職業も同じようなものであったが愛所家同士のことで矢島のラインを聞くと 一冊の書物に絡まる新郎に極めて好意ある同感を抱いたようであったその人の語るところはこうであったもう東京が荒方焼け野原となった初夏の一日その人が自宅付近を歩いているとあまり人通りもない路上へ新聞紙を敷き二十数冊ほどの本を並べて客を待っている男があった立ち寄ってみると すべてが日本史に関する著名な本で当時得難いものばかりであったからすでに所蔵するものを除いて半数以上を買い求めた求めた本の多くはキリシタン関係のもので署名を聞いてみると明らかに矢島の蔵書にそういなかった竹の子資金に上代関係のものを手放したがキリシタン関係のものは手元に残してあるから矢島の急増も十冊前後まである。 という話であった外へ持ち出して焼け残ったものを盗まれたのではないでしょうかとその人が言った多分そうでしょう僕の家内はその日目をやられて失明し二人の子供は消失してしまったのです距離と連絡が取れて父が上京するまでの二週間僕の家の焼け跡を見回る人手がなかったのですから 父が焼け跡へ出かけた時には、すでに何者もなかったのです。僕はしかし、家内が本を持ち出したことを言ってくれないものですから、そんなふうにして蔵書の一部が残っているということを想像もできなかったのでした。しかし、こうして矢島の蔵書が焼け残ったいわれが分かってみると、消せないことは、明らかに矢島の家のものであった本の中に、 なぜ高子の記した暗号があったかということであったそれを高子が出し忘れたい,いな出し忘れるということはありえない一旦書いてみたけれども変更すべき事情が起こって別に書き改めたそして先の一通を不覚にも置き忘れたと返すべきであろうそれにしても神尾は死んだ矢島の家は焼けた家財のすべて消失し わずか十数冊残って盗まれた書物の中の高子がたった一枚暗号の保護を忘れた秘密の唯一の手がかりを秘めた一冊だけが幾多の経路をたどって矢島その人の手に戻るとは何たる天命であろうか。神尾は死に高子は失明し秘密の主役たちは命を目を,を失っているというのに。 たった一つ地上に残った秘密の爪の跡が豪華にも焼かれず盗人の手をくぐりついに隠して秘密の唯一の解読者の手に着さざるを得なかったとはその一冊の本に真正めく必要な意志がこもっているではないかまるで四ツ谷階段のあの幽霊の執念に似ているこれを神の意志と見るにしても空恐ろしいまでの執念であり世にも不思議な偶然であった 矢島が考えに沈んでいるとその人は曲解して「僕も実は竹のことはいえ愛憎の本を手放したことを今では悔いているのですこんな気持ちであるだけにあなたのお気持ちはよくわかるのですが僕の手に一度増した今となってはそれを手放す苦痛には耐えられるとは思われないのが本音なのです」。言言いにくそうな周りっった言葉を、矢島は慌てて遮って、遮 いえいえ焼けた蔵書の10冊ぐらい今更手元に戻ったところでかえって切なくなるばかりです僕はただ我が家のり災の当時をしのんでいささか考えに沈んでしまっただけなのです」と好意を射して別れを告げたその晩矢島は高子に聞いた「あの本がどうして残っていたか分かったよ。 あの本ほかにも十何冊か焼け残った本があったのだうちの焼ける前に誰かがそれを持ち出しているのだよ君は本を持ち出さなかったと言ったね一体誰が持ち出したのだろう君が忘れているんじゃないかあの時のことを静かに思い返してごらん高子は失明の顔ながら考えている様子であった空襲警報が鳴って それから君は何をしたのあの日はもうこの地区が焼かれることを直覚していたわそこしか残っていないのだもの空襲警報が鳴る先に私はもう防空服装に着替えていたけれど寝ていた子供たちを起こして身支度をつけさせるのに長い時間がかかったのよ焼かれることを直覚して焦りすぎていたから身支度ができて外へ出て 空を見上げる間もなく炭章灯がくるくる回って降車砲が鳴り出してするともう火の手が上がっていたのだわふと気がつくと炭章灯の十字の中の飛行機が私たちの頭上へまっすぐ来るのです一時に気が違ったように怖くなって子供を両手に引きずって防空壕へ逃げ込んだのよその時は怖さばかりで何一つ持ち出す欲もなかったわ 息を潜めているうちに怖いながらもだんだん欲が出てきたのよその時明夫が「お母さん手ぶらで焼け出されちゃ困るだろう」と言ったのすると和子が「そうよきっと小じになって死んでしまうわねえ何か持ち出してよ」と言ったのよ私たちは呉を出たのその時はもう四方の空が真っ赤だったわけれどもちらと見ただけよ私たちは夢中でかけたの あの時はでも私の目はまだ見えたのよ。空全体寸分の隙もなく真っ赤に燃えていたわ。そうなのよ揺れながらこっちへ流れてくるようにね全体の火の空が。火の空を映したまま貴子の目は永遠に閉ざされもしや今もなお貴子の目には火の空だけが焼き移されているのではないかと矢島は思った。そのあいせつに、 耐えがたい思いであった真実の火花に目を焼いて倒れるまでの一生の快根を思い出させる残酷をあえてしてまで埋もれた過去の秘密を突き止めることが正義にかなっているかどうか矢島は密かに我が胸に問うた彼の答えの決まらぬうちに貴子の言葉は続いた「私は臆病だから」 恐怖に転倒して、それからのことははっきり覚えがないのよ。三度ぐらいは確か往復したはずよ。食料と布団と、そんなものを運んだと思っているけど、あの時はまだ目が見えていたのだけれどね。目に何を見たか、それがわからなくなっているの。私が最後に見たものは、ものではなくて音だったのよ。音と同時に閃光が。それが最後よ。 ねえ、私はあの晩子供たちに身支度をさせたの手を引いて走って防空壕に固まって身をすり寄せてそのくせ私は子供の姿を見ていない私が最後に見たものは焼ける空悪魔の空ねえ子供は私をすり抜けて何か運んですれ違っていたはずなのに私はその姿を見ていないのよねえどうして見えなかったのよ 見ることができなかったのよ。ねえ、私はどうして何も見ていなかったのよもういいよよしてくれ悲しいことを思い出させてすまない孝子には見えるはずがなかったから矢島は耳を両手で塞いで寝転んだそしてもうこれ以上追及はよそうと思った しかし翌日になって別の気持ちが生まれるとあれはあれでありこれはこれであるはず失明の悲哀によって秘密を追うそれも高子の一つの術ではないかという疑い心も湧いた一枚の抜き差しならぬ証拠がある魔性のような執念を持って火をくぐり夫の手に戻るという事実の激しさは女の魔性の手札を破って事の真相を暴いて叱るべき宿命を暗示しているようにも思われた その日出社すると昨日あったかの蔵書の所有主から電話が来た実はです声の主は意外極まる事実を報じた昨日申し上げればよかったのですが今になってようやく思い出したのですあなたの昔の蔵書にですが、買った当時中を開くとどの本にもページの心覚えのような数字を並べた紙が挟んであったのです その人にしてみれば大事の控えだろうと思いましてねまさか九州に巡り合うと思ったわけではないのですがまあなんとなくいたわってやりたいような感傷を覚えたのですねそのまま元の通り本に挟んでおいてありますご希望ならばその控えは明日お届けいたしますが矢島は慌てて答えたい,いえその控えはその本と一緒でなくてはわからなくなるのですではお帰りに同行させていただいて 本の中から私に取り出させていただけませんかそして矢島は承諾を得た各々の本に各々の暗号があるそれはどういう意味だろうなるほど彼と神尾の蔵書はほぼ共通してはいた本の番号を決めておいて一通ごとに本を変えて文通するそれにしても彼の手にある一通には 本の番号にあたたる数字は見当たらない。あらかじめ本の順序を決めておいたとすれば本の番号はいらないわけだがそれにしてもおののの本に番号が挟んであったという意味がわからないおののの本ごとに暗号を書きしくじるそれも妙だがそれをまた本の中に必ず置き忘れるということが奇妙である謎の解けないまま矢島は本の所有主に導かれてその人の家へ行った 訳があってちょっと調べたいことがあるから10分ばかり調べさせてもらいたいと許しを受けて急増の本を探すと11冊あったその中に2枚あるもの3枚のもの1枚のもの合計して18枚の暗号文書が現れた矢島は直ちに翻訳にかかったその翻訳の短い時間の間に矢島は 昨日までの一生に流してきた涙の総量よりもさらに多くの涙を流したように思った。彼の体は空になったようであった。なんという愛しい暗号であったろうか。その暗号の筆者は高子ではなかったのだ。死んだ二人の子供、秋夫と和子が取り交わしている手紙であった。 本に連絡がないために残された暗号にも連絡はなかったしかしそこに語られている子供たちの楽しい生活は彼の胸をかきむしったその暗号は夏頃から始めたらしく7月以前のものはなかった「先にプールへ行っています7月10日午後3時」 この筆跡は乱暴で大きくて不揃いで、明代の手であった。いつものところにいます。という例の一通と同じ意味のものもあった。例のところとはどこだろうか。たぶん公園かどこかの楽しい秘密の場所であったにそういない。どんなに楽しい場所であったのだろうか。縁の下の子犬のことはお母さんに言わないでください。 9月3日午後7時半泣いているから隠しても分かってしまうと思います子犬のことはそのほかにもスーツあったその子犬の最後の運命はどうなってしまったのだろうそれは暗号の手紙には語られていなかった兄と妹はこんな暗号をどこで覚えたのだろうか 戦争中のことだから暗号の方法などについても知る機会が多かったのだろう。二人にとっては暗号遊びの楽しい台本であったから下級の際にも必死に持ち出して防空壕へ投げ入れたのにそういない。自分たちの本を使わずに父の蔵書の特別難しそうな大型の本を選んでいるのもそこに暗号という重大なる秘密の権威が要求されたからであったにそういない。 その暗号を孝子のものと思い違えていたことは今となっては滑稽であるが戦争の豪華をくぐり他の一切が燃えうせた時に暗号のみがついに父の目に触れたというこの事実にはやっぱりそこに一つの激しい執念が働いているとしか矢島には思うことができなかった子供たちが一言の別事を父に語ろうと祈っているその一年が 暗号の紙にこもっているそう考えることが不合理であろうか矢島はしかし満足であった子どもの遺骨を突き止めることができたよりもはるかに深く満たされていた私たちは今天国に遊んでいます暗号は現二層父に話しかけ そして父をあべこべに慰めるために訪れてきたのだ」と彼は信じたからであった。